さあ藤岡さんはちょっと伝出ししたいんで1番に置いてます。バウアーか。藤岡ね、初球持ちだからね。マジか。初球持ちだからなんか初球で打たないといけないっていうね、変なプレッシャーがあるんだよね。落ちる。よーし。まあ実際にね、藤岡さん2週間ぐらい使ってみて、まあ片目っちゃあるから1番でもね、1週間ぐらい使ったりしたんですけど、下位打線でいいかなって感じですね。ちょっと1番置いてもね、やっぱ能力自体そこまで高くないんで、まあ普通に下位打線でいいかなと思います。俺は9番でね、これからも使っていく予定なんで、よーし。まあそうですね、片目打ちと初球、まあ選球眼さえ出ればミート80乗るんで、まあ俺は下位打線がおすすめかな。どうなんだ。ああ、まあまあ1点入ったからいっか。わあわあ、ほんと点取れないからね、1点入ればまあまあ OK って感じなんですけど、マジで球速いし変化球多いし、パワーカーブ打ちにくいし、ツーシームあるし、ほんとに打ちにくい。バウアーは、いやー、それボールか。落ち。いやー、惜しい。まあ、守備の方もね、守備 B だし、まあ、ショートかな、さすがに。サードも守れるんですけど、まあ、さすがにね、やっぱサードは落合さんとか、今井さんあたりいるんで、まあ、普通にショートでいいかなと思います。まあ、現実世界のお話ですと、今日もね、2安打打ってましたし、やっぱり去年の活躍と、まあ、今年もね、なんか見てる感じ良さそうなんで、さらにね、もう結構年齢は30ぐらいかな、ちょうど多分30なはず、間違ってなければなんですけど、なんか結構遅咲きの選手としてね、これからブレイクしていく気がします。まあポジションはね、今年はショートじゃなくてセカンドということで、今日はショート茶谷が守ってましたけど、まあ、セカンドね、守備の負担も少し減りますし、あー1点入っちゃったよ。今日はロッテ打線絶好調で12安打5得点、まあだいぶいい感じで、藤岡さんも2安打で、安田も打って、田村も打って、で何より高部だね。高部さんめっちゃ打ってましたね。 OK。 この相手確かね、ランキングが600位ぐらいだったんで、多分普通にうまいんですよね。取れる。あー、超えるか。いや、ほんとうまいな。うわー、ちょっとダメだ。めちゃくちゃうまい、ほんとに。よーし、やっとツーアウト。まあ内野ね、今年シャッフルされて、サード正吾、ショート茶谷友杉、セカンド藤岡、ファースト誰だろう、ファースト山口、外、まあいろいろあると思うんですけど、もうやっとね、実戦形式の試合が今日から始まってきたんで、まあそろそろね、もう野球の見れる毎日が帰ってきてワクワクしてますよ。いや、やば、パワー。もう最近このね、里崎三郎が本当に打たんくて困ってたけど、まあここで打ってくれればいいです。なんかやっぱ同じ選手でやってるとね、ちょっと飽きてくるんで、選手変えようかな。まあそれこそ高部さんとかね、三郎の代わりに入れてもいいと思うし。いや、そんなこと言うと打っちゃうんですよね。さあ今日は9番にね、岡さんいるんで、本当はこの1と9逆ですね。まあチャンスで点取りながらつなぎたい、藤岡に。あー、わー、マジか。正直ね、フォームあんま好きじゃないんだよな、これ。前の方が打ちやすかった。まあ、慣れてないっていうのもあると思うけど。ちょっとまだね、そんなに打てないんですよね、俺、藤岡で。よし、帰ってこないか。うわー、やっぱバウアー本当に得の強いわ。帰るか。まあまあ、得の落合さん出てなかったんで、誰が来る？バーネット。お、いいよ、得のは OK。そして、あ、これ OK。昨日対戦したんだよ。この超高速シンカーでね、空振り三振した昨日。めっちゃ速い、これ。いやー、今ホームランできたな。まあまあまあ、OK、OK。追いついた。やっぱこういうほぼ初見のピッチャーね、本当に強いと思う。めっちゃ動く、本当に。本当に強いね、バーネット。まあまあ、藤岡さんはヒット打ってたんで、とりあえず1試合目の合格点ではある。だがなぁ、ここね、モサなんで相手。QO だったかな、確か。OK。OK。藤岡さん、守備はね、あんままだエラーしたことないんで、安定感はやっぱありますね。うわぁ、吉田正尚、怖い。まあでも、こういうパワー削れてるバッターには、この外まっすぐで、ホームランは多分ないと思うんで、まあ基本外かな、パワー60で逆方向持っていかれることはね、まあおそらくないでしょう、さすがに。
うん、これでレフトフライ。よし、完璧。相手モサだけど、選手自体はそんな強くないんで、多分本当に実力で勝ってきてるね、これ。いやー、うまい、うまい。まあまあ、オッケーオッケーオッケー。いやー、でも進化合わせんのがマジ本当にうまいから、取れる。よし、オッケー。さあ、バーネット打ちましょうか。はい、ピンチがね、出るんかい。もうレベル1なのにめっちゃ出る。オッケー、危ねえ。さあ、満塁。で、応援歌はね、これ昨日もショート動画にしたんですけど、的場さんですね。ボール球か？いや、ストライク。え、本当に？なんか内野前進の時ってさ、ファーストがさ、1、2塁間にいるからさ、今のヒットコースだと思うんだけどな。超える。いや、飛ぶねー。オッケーオッケー、なんとか2点。タイピンか。こう変えようかな。そう、全出しだけどね。大松さん行きます。なんか左バッターいける気がする。オッケー。タイピンなくなった。超える。いやー、全身でかい。ありがとう。多分全身だよな、これ。うわー、なんか、オッケー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 。失投だけど。もう一回、ワンチャン3打席目回れば熱いけどね。ギャレットか。最新選手多いな。A ランク。うわー、もう A ランクのマイナス1。モサには通用しないけど、どうだろう。そう、これ、セカンドゴロ。そう、これ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 。これ強いんよ。OK。よーし、なんとか勝利。さあ、2試合目です。2試合目も先行。やっぱ、固め打ち1回見せたいよね。いやー、もうマジか。お、やば。気持ちいい。いや、めっちゃ飛んだ。舐めた、見てなかった。さあ、ここで藤岡。いや、なんも出ないんか。まあ、ちょっとこれは相手を忍ぶだからね。特能で負けてますけど。打つしかない。よーし、オッケー。もうこれ、これ、これしか求めてない、藤岡は。今日先行多くてめっちゃいいね。そう、これこれこれ。86が大事なんよ。まあ、初球は俺、そう、気にせずに行くわ、もう今日は。あー、打っちゃった。オッケー、完璧。88、固め打ち入れた。いいんじゃない？これ結構最高っすね。初球出てないんで、これ88いいよ。フェア。あー、早かったか。やばい、追い込まれた。さあ、2-2です。ここね、打とうぜ。よーし、完璧。いや、今日は5打数3安打4安打。まあまあいい感じで、まああんな感じで手話に手話にって感じで打っていけばね、藤岡打ちやすいと思うんで、よかったら使ってみてください。